畑産業破綻とは、1975年に発覚したカナダにおける石油生成プロジェクトの失敗に橋を発する当時十大総合商社の一角を占めていた畑産業の経営破綻のことである。最終的には、1977年に伊藤中商寺に吸収合併されることで解決を見た。石油ショックによる景気交代のただ中に経営危機が発覚したため、 強行を防ぐために政府、日銀までが事態収集に乗り出した。そのためアタケの破綻処理は日本株式会社の総力船、アタケ産業の生態解剖とも呼ばれたニューファンドランド島に建設された製油所 NRC の破綻後、別の事業者に引き継がれた後の2019年に撮影。 1967年11月のある日、アタカアメリカ社長、高木修雄は、レバノン系米国人実業家ジョン・エム社品が、カナダのニューファンドランド島に石油生成工場を建設し、米国東海岸の石油市場に参入するという報道を知った。その頃、アタケ社内では、高木の私生活をめぐる風評から更鉄がささやかれていた。このプロジェクトに一枚噛むことで、 石油部門の業績を飛躍的に伸ばし、苦境を打開することができるかもしれない。高木は早速人脈をたどって、社ンに接近していった。社ンは、リチャード・ニクソンら共和党の有力政治家と信仰があり、聖ネ寝技師と噂される人物であった。高木は、ハワイ出身の日系二世である。戦後、英語力を駆使して、GHQ との接衝の末、 財閥解体の指定を免れることに成功し、頭角を表した。二世、英語屋のコンプレックスを払拭するためか、とかく大きな仕事を狙う傾向にあったようである。また、石油売買のビジネスは、たとえリザ屋が薄かったとしても、大規模な売上を計上しやすいため、十大総合商社の再開からの浮上を、可能なら占めるのではないかとの考えもあたけ社内にあった。 アタケ産業上向井は1973年6月18日、アタカアメリカがニューハンドランドリファイニングカンパニーの総代理店になることを承認し、LC を開設して原油代金の面倒を見るとともに、NRC に対して6000万ドルの予診限度を設けることを決定した。この石油取引の概要は英国のブリティッシュペトロリアムから原油を アタカーアメリカが NRC の輸入代理店として購入し、NRC には輸入資金を融資しながら、NRC に原油を供給し代金を回収するという仕組みである。決定に至るまでは、推進派の市川正夫社長と、創業家出身のアタカアキや財務担当、柴田義雄両仙村慎重派との対立はあったが、ともあれプロジェクトは動き出した。 1973年10月10日、会所祝賀会が現地で行われ、ニューヨークから豪華客船クイーンエリザベス2号で繰り出した出席者、関係者は NRC の全土洋々たる発展を夢見ていた。会所式の4日前に勃発した第4次中東、戦争が楽観的なムードに冷や水を浴びせかけた。原油価格の高騰、販路の縮小。 生成プラントの不調による生産効率の悪化、天体によるリザヤ稼ぎを目的としたタンカーの長期にわたる高額要請契約とマイナス要因が重なっていった。NRC の資金繰りは徐々に悪化していった。1974年1月のある日、高木の公認としてアタケアメリカ社長に就任していた田中康夫は、 補助契約書とのタイトルが付いた書類を驚きの目で眺めていた。どうやら高木の独断で NRC と密かに取り交わしていたらしいこの契約では、あたかアメリカは NRC に4000万ドルを貸し付ける、担保は取らない返済期は1985年6月30日とするという内容だった。田中は本契約書も確認したところ、NRC は担保として300万ドルを差し入れて、 いるだけで、他に担保設定が義務付けられておらず、不可抗力の場合には、畑への代金の支払いを免除されると解釈できる表現があった。田中は直ちに本社に報告し、危険性を訴えたが、走り出したプロジェクトは止められなかった。1974年4月17日、畑城向井は NRC への予診限度を一挙に2億4000万ドルに引き上げた。 原油価格が石油ショックにより4倍に高騰したという理由からである。後に市川は社員の皆さんへの手紙の中でこの決定は根本的に誤りだったと認めた。NRC の状況は悪化こそすれ一向に改善されなかった。やがて畑から受けた融資をそのまま畑ア,アメリカへの支払いに充てていたことが判明した。 これではいずれそこをつくのは時間の問題である。1975年9月17日、田中は常務会で直接首脳陣に窮状を訴えた。それまでにあたかは3億ドルを投入していた。この頃には取引銀行にも危機的状況が伝わっていた。あたかは NRC に対する再建保全のため、第三定統権の取得に望みをかけていたが、 国際交渉で第一抵当権者の英国輸出信用保証局第二抵当権者のニューハンドランド州政府にゼロ回答を示され失敗した。NRC は最終的に1976年3月12日にニューハンドランド州再交裁によって破産宣告されることになる。1975年9月26日、アタケ産業東京財務部長 徳田外休治が住友銀行東京営業本部を訪れ本部長で常務取締役の樋口幸太郎にアタカーアメリカが NRC の石油代金が回収できず異常な金融操作をして代金攻撃機を隠し相番行き詰まると考え事実を伝えた。住銀はその直後より副頭取の官役をトップとし調査第二部長、桃瀬雄二らと 対策チームを組織して、アタケの経営実態調査を開始。11月上旬には、極秘裏に渡米し、あたかアメリカの経営状態を調べた。調査の結果、NRC 問題によって、アタケ産業本体は、もはや単独での経営は困難との事実が浮かび上がった。1975年11月14日、アタケのメインバンクである住銀の伊部京之 共和銀行のヨ部吉明両頭取は、日本銀行総裁の森永定一郎と会談し、アタケアメリカによる、アタケ産業破綻は食い止めなければならないとの認識で一致した。日銀の指導により、東京銀行、三井銀行、三菱銀行を加えた主力5行で、アタカーアメリカへの支援体制を整えることとなり、当面の国際的信用の低下を防いだ。12月7日、 毎日新聞長官は、あたけの NRC への融資今月期をスクープ、経営危機が広く世間に知られることとなった。その頃のあたかは、資金ショートが続発し、倒産寸前の状態であった。住銀、共和の両校は緊急融資を断続的に続けつつ、何としてもあたけを救済するという意向を固めていた。12月25日、 住銀人磯田一郎副頭取は、伊藤忠商寺副社長の溝口義雄に、最初の合併の打診を行った。続く12月29日、畑社長の市川より、今後の措置を銀行に、全面委任する、胸の現地を取ると、12月31日に、住金頭取の伊部は、伊藤中社長の戸崎正規に、損は一切かけないと確約した上で、 畑との業務提携の検討を求めた。そして翌1976年1月11日、戸崎は、両校の養成目視がたくを引き受けすることにしますと、正式に回答した。畑産業は、元来関営や渡製鉄所の指定省として発展し、堅実経営で知られていたが、売上高の規模では常に十0代商社の最下位グループであった。 大手に離されまいとする焦りが NRC のような不慣れな石油ビジネスにのめり込む一因となっていた。また、多角化を目指すために1970年代にすでに不況に入っていた繊維部門の取引を拡大し、かえって再建の焦げ付きを増やすなどにより自らの首を絞めることになる。当時の畑には書類上の三国間貿易案件が数多く存在した。 形式上だけ貿易に関わったことにし、手数料収入を得るというものだが、逆に手数料を支払って取引に介入したケースもあった。数字上の売上だけは稼げるからである。このような事実上の架空取引で予算目標との辻褄合わせをしていた。末期には各部門で粉飾決算が当たり前のように横行していた。当時、畑社内では、 相談役社品の肩書きを有していた創業者、あたかや基地の長男、あたけえ一元会長が、あたけファミリーの勢力をバックに人事権を掌握し、事実上の最高権力者として君臨していた。あたかけから奨学金を受けていた者、コネクションがあって入社した者、何らかの理由で引き立てられた者などから、ファミリーは形成され、社員の言動をチェックしては、a いに報告するなど、 スパイのような存在であった。ファミリーの頂点とも言える人物が前室の柴田、吉尾専務で管理財務本部と人事総務本部の本部長を兼任して、社内の実権を一手に集め、天皇の異名を立てまつられていた。このファミリーというインゼンタる勢力をバックに、英一は自身に差したるビジョンがあったわけでもないのに、人事権を振りかざし、社内を萎縮させた。 かつて一の指示のもと、戦後のアタカ発展に尽力した、伊崎久太郎社長は、極秘裏に、住友商事との合併交渉を行ったため会長に、棚上げされ、公認の小志田沙夫社長も、人事権への介入を止める、洋営一致に直言したため更迭された。アタケ一族は、公私混同も激しく、後に、アタケコレクションとして、大阪市立東洋当磁美術館に、 所蔵展示されている中国、朝鮮当時期の膨大なコレクションは A1 がアタケ産業で美術品目を作って購入したものである。また A1 の息子、アキアも子会社のアタケコ産を通し40数台にも上るクラシックカーを購入していった。米国アタケは中東からの原油を変動価格で買い、カナダにある製油所で生成し、 アメリカで固定価格で販売することを主力事業としていた。原油価格が上昇したため赤字が積み上がった。この巨額の赤字が解体の引き金となった。合併の話が持ち込まれた伊藤中自身も戸崎社長の指揮の下ペプシコーラ事業からの撤退など、総額350億円の不採算事業の整理を断行し、 長期不況に立ち向かう足固めを始めたところであり、決して余裕があったわけではなかった。しかし、住友銀行には、過去に、戦前の昭和金融強行期、戦後は朝鮮戦争後の反動不況期における、経営危機を支援により助けてもらった恩義があり、多少困難な要請でも跳ねつけるわけにはいかなかった。また、あたかわをはじめ、工作機械等にも有料証券を有しており、 繊維中心の伊藤中にとっては、体質強化のチャンスであった。とはいえ、会社が傾くようなリスクを背負い込むわけにはいかなかった。一方、住友銀行、共和銀行の側においては、早く何だかの明確な方向性を示さなければ、他の金融機関に対して、協調追加融資の要請は愚か、融資引上げを阻止することすらできないという危機感があった。だから何が何でも、 合併の現地を取り付ける必要があった。1976年1月12日に、アタケと伊ト中の業務提携を発表したが、合併についての住銀、共和両校と伊藤忠中の見解の相違から、発表文の文言について議論となり、結局、将来両者の合併に発展することも予想されます。という微妙な表現となった。合理主義者として知られる戸崎は、 状況の変動によっては合併の撤回という選択肢もあり得ると見ていた。しかしながら、徐々に外堀、り、内堀りが埋まっていくこととなる。業務提携発表後、住民、共和は早速顧問団をあたけに派遣。伊藤中も3月に科学メーカーたき論社長に転出していた松井屋之助を最高顧問として、4月に11名の中堅社員をそれぞれ派遣し、 内情調査に着手した。畑には、社員会という独特の従業員組織があった。運営予算は会社持ちで、待遇改善については、要求でなく、要請ベースで行うという、社内の親睦団体のようなものであった。1976年1月14日、伊藤中の越後正一会長は、畑の自主的な人員整理がなければ、 合併後の新会社は再三に乗らないと発言。これが、アタケ社員の間に衝撃的とも言える波紋を呼び、一気に、労組結成の機運が高まった。1月19日、社員会の元幹部を委員長に、アタケ労組が発足し、合併反対闘争や人員整理反対闘争を展開した。 しかしながら、すでにローソが一死を報いるような状況を超えて事態は粛々と進んでいた。また、ローソ内部でも部門によって温度差が異なり、3月18日に次元ストを決行するも、伊藤中への継承が期待されている鉄鋼を扱っていた矢渡し者などで300人ほどが、ピケットラインを破って就労するなど、一枚岩の体制はついに取れなかった。 労組が主張していた自主再建論についても、新経営人から白中夢と一周される始末であった。組合員たちは徐々に、それぞれの人生を選択していくこととなる。1976年6月1日、住友銀行出身の小松安氏が、あた産業社長に伊藤中出身の松井最高顧問が、会長に就任するという人事を発表した。これは世、世を。 逆転人事などと称され、伊藤忠が一歩後退したと受け止める向きが多かった。伊藤忠は松井を中心とするスタッフの調査によって、畑の累積損は、総額で4000億円は下らないことが判明し、合併に及び腰になっていた。慌てた住銀は伊藤忠を説得し、常来通り伊藤忠にコミットメントを継続してもらう、代わりに、関係会社の整理や、希望退職者の募集といった。 アラ領事は、住金主導で行うこととなった。そのための首脳人シフトであった。これ以後、不採算部門の整理、関連会社の整理、売却が急ピッチで進められた。また8月31日には、ついに約900名の第一次希望退職者の募集が始まった。合併実現のために、速やかに下ごしらえをしなければならなかった。10月12日、 銀行側から伊藤忠に合併提案が手渡された。継承証券総額は5663億円、関係会社135社というものだった。これを受け、伊藤忠は、各営業本部から200名以上のスタッフを動員し、銀行側の資料の精査を行った。11月17日、伊藤忠は、継承可能な証券総額は2720億円。 関連会社は40社とする回答を行うと、住銀は、樋口幸太郎常務を伊藤忠に派遣して、調査担当者からヒアリングを行い、12月7日の修正提案を提出したが、関連会社数については譲歩するが、継承証券総額については、当初の見解を変えないというものだった。住銀からすれば、伊藤忠の見解は、都合の良い部分だけを抜き出そうとする、つまみ食いを、 正当化するものではないかと疑心暗鬼になっていた。一方の伊藤忠サイドでも銀行から無条件で多額の損失補填を受けるわけにはいかなかった。ことと次第によっては約束通り補填を求めても難癖をつけられて保護にされかねない。ことここへ至って膠着状態となり打開策は容易に見出せそうになかった。伊藤忠の役員会では合併反対の声が 圧倒的であった。伊藤中は合併の対案として営業権の譲渡を打診したが、住銀は上場企業が採算部門だけを他社に譲渡するなど前例がないと跳ねつけた。焦燥感を強めながら敬意を見守っていた政府、日銀はこの頃から調停工作を展開し、伊藤中のもう一つのメインバンクである第一官業銀行を通して、 合併を進めるよう求めていた。社長の戸崎は決断を迫られていた。すでに事実上身動きは取れなくなっているが、一歩対応を間違えば伊藤忠の不沈に関わる状態だった。1976年12月21日、伊藤忠の瀬島隆造副社長は、墨銀磯田一郎、今日は日置た顔の両副頭取に対し、 あたけの証券から2700の2800億円分を抜き出し、伊藤中と合併させる2700から2800億円分に、プラスアルファして、その分は銀行側が損失保障の万全の措置を講ずるこの両案の、いずれかを認めることを条件に、合併に向けて、事態収集に努める用意がある、との最終提案を提示した。翌12月22日、磯田は瀬島に対し、 プラスアルファ分について、銀行が保証するという原則を了承すると、回答した。その後、いっそだ、瀬島を中心に、詳細な紳士協定書が作成され、ついに12月29日、伊藤忠、畑、住銀、共和の代表者が合併の覚書に調印し、翌年の1977年10月1日を、もって、伊藤忠に九州合併されることが正式に、 決定した。1977年1月19日より、住友、共和と巡主力業の三菱、東京、住友新宅、三井の4行による協議が始まったが、銀行間の交渉は、各社の思惑もあって難航したが、最終的には、政府、日銀の指導もあって1977年4月中旬までに、主力、巡主力とさらに取引額が少ない従業で、 おおよそ次の通りに銀行負担の割合が決められた。1977年5月より約800人の削減を目標とする第二次希望退職募集が行われた。さながらい当中への端小取りゲームの様相を停止社員間の絆を切り裂いていった。お前がやめろとののしり合う若手社員の姿もあった。強引な肩叩きがあちこちで行われる一方、若手が 伊藤中に行けるように役職者から身を引こうと呼びかけた事業本部長もいた。ある日突然極限状況に投げ込まれたエディート商社マンたちの人間模様は一企業の経営破綻を超えて多くの人々の関心を呼び松本清張長空の城 TBS ドラマ岸辺のアルバムの題材ともなった。あの繊維貿易本部は 元住金城務の河村義彦が率いていた、繊維商社伊藤一万に吸収された。その他にも、建材、木材、不動産販売、農水産など、独自の証券を確保していた部門や部下単位で、分離独立した部署もある。さらに、三井物産、三菱商事、丸紅など、大手商社に個別に引き抜かれていったもの、プラント取引の知識を買われ大手製鉄会社へ、 映ったもの、米国の航空機メーカーの日本代理店を立ち上げたもの、DIY や、くたに焼きの店を開くなど、未知の分野に活路を見出そうとしたものと、社員たちの居住は様々であった。また、当時総合商社注意であった、伊藤忠商事は、あたか九州により、新日鉄八幡に対する鉄鋼取引部門、その他機械関連部門を確保することとなり、いわゆる、 伊藤編商社から脱却して、名実ともに総合商社となるきっかけとなった。そのためあたけから多くの社員が移籍したことに伴い、伊藤忠商事は1977年1978年の2年間、総合職の新卒採用を取りやめている。元通れ経営研究所社長の森本忠は、住友のやったようなことを日本の銀行はおそらく二度とやれないだろうと。 す金銀の対応を絶賛している。しかしす金銀は、あたけに役員まで送り込んでいたにもかかわらず、実態を正確に把握していなかったことは事実であり、不作為もしくは無作為としての批判は、免れ得ない。1977年6月、かつて、あたけと、住友商事との合併を画策して失敗した、住金中高の祖、堀田正蔵は、開婚の念を残しながら、 会長を退任した。また、畑のダメージを挽回するため、無効傷を恐れるな、と、バブル時代を失踪した、磯田一郎もまた、1990年に、ジャノメミ新工業強括事件で注目されていた、指定集団の光新などへの不正融資が発覚により、会長の座を追われた。1976年1月末現在の、 在籍社員数は約3610人であった。ありがとうございます。